最終第十二競争今日のメインレースです重賞です JBC 協会協賛ダンシングプリンス賞ヒットスタリオンシリーズ面濃いテレビ杯第十二回早手スプリント M2 ですババコンディションは良この競争二番五5ダンサーは坂口雄一から東文豊に変更ですさあオスカーブレインが収まりますと体勢整います スタートしました第十二回早手スプリントコースタートはオスカーブレインです先手を取りますさあその後ろ固まってマッシャーブルム二番手のポジションに三番のポアゾンボス月城固まりました内をついて一番コンバットスプーンです中段にマルケイフォルテ残り 1000m 通過十一番ワールドエンパイアさらには二番ゴーゴーダンサー六番スピニングガールです七枠にとストロングブラック山小シールズさん後方から一番審査最高峰に七番のエイシンポロシリです800通過第三コーナー手前にかかります さあ単独先頭は12番オスカーブレインリードは2馬身です2番手グループは固まって月城あるいは5番のマッシャーブルム600を通過内中を進んで3番ポワゾンボスですあとは大きく離れまして1番コンバットスプーンと11番のワールドエンパイアです先頭はオスカーブレインリード2馬身から3馬身400を通過2番手3番ポワゾンボス3番手4番月城で直線構成さあ独走だ オスカーブレイン、オスカーブレイン突き放した2番手、3番のポアゾンボス200の標識を通過4番、月城内を迫って1番のコンバットスプーンあるいはマッシャーブルムです先頭は12番、オスカーブレイン100を通過2番手ですがこの辺りは固まってくる外がマッシャーブルム上がってきたポアゾンボス3番手、オスカーブレインゴール2番手、5番、マッシャーブルム3番手、3番、ポアゾンボスでしたあとは4番、月城11番のワールドエンパイア 高スタート、高ダッシュからあとは独壇場12番のオスカー・ブレイン圧勝でしたダノンレジェンドの3区オスカー・ブレイン安城は山本俊也です角川秀樹球舎の管理場オスカー・ブレイン早手スプリントを制しました2番手5番のマッシャーブルム3番手3番ポワゾンボス 以下4番月城11番ワールドエンパイアと入選です今日メインレースは JBC 協会協賛ヒットスタリオンシリーズダンシングプリンス賞メンコイテレビ杯第12回早手スプリント M2 でしたダート 1200m3 歳馬12頭勝ちましたのはオスカー・ブレイン2番手5番マッシャーブルーム3番手3番ポアゾンボスでした勝ちましたオスカー・ブレインはイースト・スタッド慶応のダノンレジェンドの3区です浦川町中村雅明さんの生産馬 セプテンバーセール出身馬です。オスカーブレイン、これが三勝目。十二です。確定までお待ちください。